これでノーアウトフルベース。打席には内川を迎えています。昨日秋田のゲームで内川はヒットがありませんでした。まあ、それまで8試合の連続のヒットだったんですけれども、満塁の時のアベレージがなんと10打数の6安打15打点。さあ戸村踏ん張りどころ。中に入った、これはファールです。これ松本さん、当然ながらこれ、はい、ビッグイニングスにしちゃいけないですからね。うん、そうですよね。今ちょっとこうシュート回転でインコースに来たんですね。はい、まあ、その分詰まったんですけど、うん、飛んだコースが非常に良かったんでね、危なかったですね。あれ抜けてたら下手すれば走者一掃っていうのもね、はい、ありますよね。足の速いランナーが塁上を埋めています。エラー、ヒット、ヒットで満塁。戸村がいきなりピンチ。バッター当たりは痛烈ファールです。これで2ストライクナッシングです。さあ追い込んだ後、ともかくまずはワンアウトというのが楽天ですが、セカンド、ショートを送って一塁に、一塁もアウト。その間に三塁ランナーが生還。ツーアウトランナー三塁と変わっていますが、その間に明石が生還。1対0とホークスがリードしています。まあ、本当にこの1点はしょうがないでしょうね。そうでしょうね。はい、ただよくねゴロを打たして、ね、ダブルプレー取りましたよ、これ。はい、うん、まあ、ノーアウトフルベースがこれ、まあ、1点で済めばね、はい、御の字という考え方していくしかないですね。ですからこの後ですよね。うん、打席にはイレホ。まあ、このマウンド上の戸村からホームランを打った実績があります、今シーズン。いきなり打ち上げました。高く上がったのはどうでしょう。これはしかしボールが切れてスタンドに入ります。三塁ランナーが柳田。レホも今シーズンは決してペナントレーススタート時あんまり内容良くなかったんですけどね。はい、そうですね。開幕から一番悪い時には1割3分ぐらい、4月の半ばの段階で、そこから5月に入って調子を上げてまいりました。まあ、4試合連続のホームランとかですね、ともかく4月の29日から5月の21日までの連続ヒットなど、まあ、これで、まあ、本来のイレホの、まあ、数字になったというところです。空振りの三振、なんとか1点でしのいだという見方をしましょう。先発の戸村であります。1回の表、しかしホークスは内川のダブルプレーの間に1点を取っています。